おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は第1ヨハネ5章、ジェイソン先生によるメッセージです。今日は、5章を読んでいきます。この4章で、先日述べたことなんですけども、この中で私はしっかりと神の子の似姿を持つということ、この困難な世界の中で私たちはお互いに愛しなければなりません。そして神様の平安を打ち勝たなければ取らなければなりません。一節、イエス・キリストである信じる者は神によってもらう、その方愛する者はこの勝利あると、このそこに証があると、それは命で、そこに安値がある。イエス様によって私たちはお互いに愛し、そして勝利を神の国にもたらします。なのでこの第一ヨハネのその時代、イエス様を信じることは簡単なことではありませんでした。この宗教のことを話すと、そこに迫害があり、そこにはユダヤ教のによる迫害もありました。そしてこの働きによってこの義とされる、この律法によって義とされるという考えが広まっていました。この良い行いによって義として認められる、その行いによってあなたは天国に行けるだ、そのような考え方が広まっていました。律法主義ですね。イエス様が亡くなったとき、そして聖霊様が、下りました。イエス様がこの十字架に、かかったときに聖霊は離れていきました。宗教の迫害を考えると、この世からの誘惑もたくさん来ます。宗教にあるこの迫害、あなたの所有物も取り去られる。あなたがイエス様を信じることによって、あなたはビジネスを失うこともあるでしょう。なのでイエス様を信じることは、もしかしたら他の人のようにお金を儲けることは難しいかもしれません。そのような状況だったんです、その時代は。もちろん今日彼らの時代とは少し違いますけども、例えば香港、その時代とは少し違います。そしていろいろ他の国々にはこの迫害、宗教に対して迫害があります。で困難、私たちがこの世界の困難に直面するとき、一緒にある信仰が試されます。だからこの5章ではこの主に対する信仰にある応答です。どのようにしてこの世にしっかり立つことができるでしょう。一節、イエスがキリストである信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者を愛します。2節、私たちが神を愛してその命令を守るのは、そのことによって私たちが神の子供たちを愛しているということが分かります。この 2節を理解するのは簡単なことではありません。もちろんあなたは両親から生まれました。もちろんあなたは両親と思って兄弟もあなたを愛します。一つの家族として、これが自然のことです。もちろんこの罪のもとで、呪いのもとで、そこにはこの家族関係に問題が起こるでしょう。そうです、人はそうなんです。両親に対してはこの兄弟に愛を
示す。私たちがイエスも信じるとき、誰が一体信仰を私たちは置いてくださったことでしょう。それは神様です。神によって生まれたものは、その方によって生まれたものも愛しますと。同じように私たちがお互いに愛すること、お互いを愛するというか、私たちは神様に属するものということがあります。なので私たちは愛によって生きなければなりません。私たちは互いに愛さなければならない。なぜなら神様は私たちを愛してくださっているからです。家族の中で私たちは愛する、まあ、両親にそのように教えられて育っていきます、まあ、それは自然です。簡単、難しいことではないと簡単に考えます。まあ、その愛するとき、私たちはこのように勝利を得ます。この世を見るとき、まあ、非常に困難です。まあ、価値観も違いますし、私たちがイエス様についていくとき、この価値観が試されます。この世の価値観って私たちに影響を与えます。特に自己中心という価値観を植え付けます。自己中心、そしてまたはキリスト中心か。では自己中心というのは自分のことだけしか考えない、まあそうです。自己中心というのは私たちは他の人のことを考えない、なので他の人の言うことを聞くことがなかなか難しい。自己中心の人は反抗心を持っています。自己中心の人々は他の人を非難したり、裁いたりします。まあ自分より優れてないから、あの人はそんなに良くないからと、まあ、そのようにこの傲慢によって自己中心に陥っていくわけです。で他の人をこの裁く、それは自己中心から来ています。まあどんな状況でも自分が一番だと自分のことばかりしか考えない、これはこの世からの価値観です。そう、どのようにしてこの世に勝利するでしょう。それはもちろんイエス様を信じることです。そうイエス様を中心として生きる。神様はこの世を愛してくださいました。なのでこの世を愛さなければならない。私たちの周りにいる人々も愛さなければならない。私たちが人々を愛するときはもちろん犠牲が伴います。あなたが誰かを愛するとき、何かを与えなければならない。あなたの時間、あなたの感情、あなたのお金を与えなければならない。しかしこの世ではもっと欲しいと、もっと利益が欲しい、お金が欲しい、もっと、フォロワーが欲しいと、この世の価値観というのは非常に違います。私がイエス様を信じるとき、イエス様が私たちのために自分を犠牲として払ってくださいました。私たちは私の中で問題があることが分かります。自分が自己中心であること、私たちは他の人すら助けることができない。そうです、イエス様は私たちを助けてくださいました、救ってくださいました、そして罪から解放してくださいました。なので私たちの周りの人々を見るとき、その人々にとって大変と難しいんです。私たちも助けようとします。彼らにもイエス様を信じてほしいと願います。しかし、あ、そしてこの助けるというこの人々が神様のコミュニティとして広がっていく、そしてこの世に勝っていくのです。この世の価値観からの誘惑に打ち勝つことができるのです。もちろんこの世に生きている人々はこんな中にあります。この世に生きることは非常に困難です。過去を考えるとたくさんの困難があったと思います。イエス様を信じる前、たくさんの困難がありました。
その時は何も怖くないと自分自身に言い聞かせるかもしれません。じゃあこの過去、私は、たくさんの、いつもご飯を買いすぎる時がありました。この、昼ご飯も買って、また夜ご飯も同時に買うと。なぜなら夜まで仕事する、そのような習慣がついてたからです。そして夜中まで 私は働いた時がありました。で、夜中まで働いて、その夜中まで仕事して、この車を運転するのもしかして危ないかもしれないと思って、妻を呼んだこともありました。なぜこんなにたくさん仕事をするのか。それは私たちは例えば家を買いたい、旅行をしたい、しかしそれによって私たちは自分の健康と人間関係を犠牲にするのです。これはこの世の価値観です。あなたは良い職業を持って、もしかしたらあなたは家族を失うかもしれない、もしかしたらこの家族の関係をよく保つためにあなたは仕事を犠牲にしないといけないかもしれない。家族と時間を過ごすことによって仕事の時間を費やすことができないかもしれない。あなたが良い仕事をあるということは、もしかしたらあなたはこの家族の時間を犠牲しなければならない。これがこの世の価値観です。この自己中心。しかし私たちはイエス様に信仰を置いているので、私たちは愛せなければならない、私は与えなければならない、神様に対してこの犠牲を払わなければならないかもしれない。でお互いに愛す、それがこのように対して打ち勝つ方法です。で5節見てください。6節、あなたの信仰が本物でどのように知ることができるのか。ここに3つのことが、書かれています。水と地と御霊。水、水はイエス様の受けられたこの水による洗礼を指しています。水の洗礼、イエス様が神の子であるということが分かります。私たちの人生、イエス様を信じることから始まります。この命が私たちの価値観となります。イエス様はこの義に歩むため、この水、このヨルダン川でこの洗礼を受けました。そしてその後十字架につけられました。この地です。次は地はイエス様、私たちに対するこの犠牲です。イエス様がヨルダン川で洗礼を受けたとき、聖霊が下ってきました。イエス様を通してこの御霊に、聖霊によって違う奇跡を、それぞれの違う奇跡を行いました。水と地、御霊というのはイエス様のに対する信仰を表します。そしてイエス様は肉によって来ました。この御霊はこのまたこの霊が本物か、この真理のものか違うのかということを示してくださいます。このノスティシズム、イエス様は十字架にかかってイエス様から聖霊が離れたと、この
グノーシス主義ですかね、をそのことを信じています。まあ、イエス様は人間として来たんだから、ただの人間だと彼らは言っています。しかし一人の命によってどのようにして人類を助けることができるでしょう。このイエス様は私たちを救ってくださいました。この十字架の上で神の子として私たちを救ってくださいました。そう、もちろんイエス様の命は非常に価値があります。なぜならイエス様は神の子だからです。その神の子が私たちのために十字架で死んでくださったのです。これが水と血と見た目にがこの証ししています。しかしユダヤ主義はこう言っています、血はいらないと。この行いによって信仰を表そうと。なのでこの神の子というこれを理解することができないのです。このユダヤ教はこの血を信じません。この血が私たちの罪を取り除くということはなかなか理解できません。しかしグノーシス主義は聖霊がいつも彼と共にあったと語っています。しかし私たちがイエス様の信仰を語るとき、私たち必ず水と血と御霊を語らなければなりません。それがこの父、天の父がそれを証ししてくださっています。これ神の子を信じるのはこの証は自分の心の中、すみません、11節、その証とは神が私たちに永遠の命を与えられるということ、そしてこの命が御子のうちなるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。なので、これは他の宗教と大きな違いが書かれています。神の子でしか、イエス様を通してしか私は天の神、父の神に神と近づくことはできません。これ13節から第2段落、神の子を信じるということはこの永遠の命を持つこと、そして祈ることです。イエス様を信じるということはそこには祈りがあります。そこには、欲望がありません。この13節、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。あなたが永遠の命を持っていること、どのようにしてあなたが永遠の命を持っていると知ることができるでしょう。それは 神様との関係によって分かります。私たちがこの人と関わるとき、人というのはどんどん年老いてていつか亡くなります、死んでしまいます。私もいつか死ぬでしょう。それはこの世の観点から考えたことです。私たちは神様との関わりを保たなければなりません。神様はアブラハムの友人だったと書かれています。神の友人というのはこの永遠のものです。他の人はどんどん死んでいって、この人というのは永遠ではないですから、イエス様は永遠の、人々が死んでいくのはイエス様にはどんどん友達がいなくなる、そのようなことでしょうか。なのでこの永遠のお方とこの関係をずっと保たなければなりません。どのようにして神様と関わればでしょう。もちろん祈りを通してです。
あなたに祈るとき、神様が私たちに答えてくださいます。あ、神様は素晴らしい、私の祈りを聞いてくださった。まあ、ここにいる皆さん、まあ、イエス様を信じています。特にイエス様を信じたとき、この神様とのこのような関わりがあることをあなたは知ったでしょう。まあ、神様を知るということは知識だけではありません。まあ、続けて神様との関わりがないといけないことを私たちは知っています。体験しないといけません。で、2つ目の疑問を考えるとき、まあ、過去はこの祈ったら聞かれた、今はまるで聞かれないとあなたは感じるでしょう。もうたくさん祈ったのに、まあ、少ししか答えられないと、まあ、他のなんか流れていっちゃったような、まあ、個人的な体験、私もそのようなことをしました。体験しました。エリザベの初め、私たちが主に信仰を打った時、私は祈って、本当にこの祈りが本当に聞かれるのかどうかということを試します。神様がアブラハムに言ったこと、神様はアブラハムに対抗しました。私は全能の神であるとアブラハムに言いました。そして彼は祈り始めました。そうです、あなたは本当にこの全能のお方ですと。あなたの祈り、あなたの願いがこのようにして、聞かれた。なのでこのようにしてあなたはイエス様を信じたときに体験したことだと思います。イエス様を信じた後、神様は私たちの人生の中でこの私たちの人生を整え始めます。自分自身が神なのか、本当に神が神であるのか、まあ、自分の願いばかり言っていると、まるで自分が神であるようになってしまいます。私たちの歩み、主にあって成長しなければなりません。そして主の真理によって私たちは整われなければなりません。まあ、ある祈りは聞かれるし、ある祈りは聞かれない。神様ご自身の計画があります。もちろん神様は私たちの考えを聞いてくださっています。私たち自身の計画ではなく、神様の計画についていかなければなりません。特に断食の時、私たちの断食の理由を聞いてくれます。まあ、断食をして、努力をして神様は、まあ、祈りを聞いて、まあ、もしかしたら神様は祈りを聞いてくれるかもしれない。しかし時々、正しい方法で祈ってないかもしれません。まあ、断食して祈って、まだ、このように帰ってこないでください、神様まだ、再臨しないでくださいとそのように祈ったら、神様は聞いてくださっているでしょうか。神様との関わりを、まず神様のことを知ることをから始まらなければなりません。なぜ神様は私の祈りを聞いてくれないのか、そこからちゃんと考えなければなりません。は、他の祈りを聞いてくれた、これはイエス様を知ることのきっかけとなります。そこから、まあ、一つのことを覚えています。印を一回私は求めて祈ったことがあります。神様に言いました、
本当に私たちが召しているなら、誰かを使ってこの夜中12時に、電話かけるようにしてください。あ、もちろんそのことは起きませんでした。私が仕事を辞めたとき、神様に祈りました。印を与えてくださいと。アメリカに行かないといけないとき、誰か印を与えてください。誰かに通してコンピューターを私にプレゼントしてくれるようにしてください。3つのことを聞きました。両親が私を祝福してくれるようにと、まあ、この最初の、この願いを神様は答えてくださいませんでした。しかし最後になってそれを神様に聞いてくださいました。そして一番最後に神様は、この祈りを聞いて両親祝福を、得ることができました。まあ、非常にこれは困難だったんです。両親から祝福を得ることは最初に聞かれなかったから、しかし神様は本当に私の祈りを聞いてくださったんです。このようにして神様に祈ればいいんだということをこれを通して学びました。だからイエス様を信じたとき、まあ、祈りの生活を通してイエス様と、関わりを持つと。18節を見てください。神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。もちろん私たちは神様によって守ってくださっています。なぜこのことが非常に重要なんでしょう。私たちはいつも恐れによって歩んでいます。この世はこの恐れによって、住んでいます。まあ、いつも私たちは心配なくなります。例えば、早朝に、ああこんなにコロナ感染者が増えてるんだ、あの人感染したどうしようと、あなたはパニックになるでしょう。なのでこれ恐れるとたくさんの、変な考えが湧いてくるんです。例えば、今まで感染したことない人と食べてはいけないとか、そのようなルールを設けてしまうんです。非常に変なルールです。すでに過去に感染した人だけと食事をしようとか、たくさんの変なルールを自分で作ってしまうんです。そうじゃないでしょうか。私たちこの恐れというのは私たちを変な方向に導きます。あなたは感染症が感染しなくても、家族は感染したかもしれない、両親が感染したかもしれない、私たちは簡単に恐れに落ちてしまう。もしかしたら私の健診は起こっているかもしれないとか、私が神様に罪を犯しただろうかとか、いつも私はこのようにして恐れの中に生きているのです。しかしここで言っても、あなたは神によって守られている、神様の守りの中にあると。そうです。いつかもしかしたら感染してしまうかもしれない。しかし神様はあなたを守ってくださっています。感染しても皆さん心配しないでください。で妻はこの、あるところに住んでいました。その住みの非常に、
小さくて、そしてなんか滑りやすい、まあ田舎のようなところですかな、住んでたんです。なので、まあ落ちてしまうんじゃないかと、このいつも心配してるんです。この、つまずいてしまうんじゃないかとか、怪我してしまうんじゃないかとか、いつも私の妻心配していました。例えばこのコロナに感染しないようにと祈ったことはありませんが、しかしは、まあ、恐れなくなります、まあ、コロナにかかってもかかってなくても、いつか、かかっても、まあ回復するでしょう、まあ、そのようにして私たちはこの恐れの中に生きてはいけません。私は神様の守りがあるからです。神様はあなたを救ってくださったからです。あなた、神様はあなたをすでに変えてくださったからです。そして私たちは神様との関わりを持つことです。最後まで私たちを救ってくださる神です。でそのような体験するとき、私たちはもっとこのお方を知ることになります。私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。20節、しかし神の子が来て真実なことを知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。21節見てください。非常に、スペシャルな箇所となっています。まあ、まるで、前の説とまるで、ま、全く関係ないように感じます。子どもたちを、偶像を警戒しなさい。これは命令形で書かれているように感じます。非常に重要な説、まあ、前の説と関係ないように感じますけれども、しかしそこには深い関係があるのです。18節見てください。神によって生まれた悪いものは彼に、私たちに触れることができないと書かれています。またいつも人というのは恐れの中に生きています。まあ、自分、私たちはいつも恐れと、そして欲望の中に生きています。この欲望と同じ、それは偶像です。私たちがこの恐れに直面するとき、神様の守りがあるということを知らなければなりません。私たちは偶像に直面するとき、この偶像を避けなければ、彼らから遠ざからなければなりません。私が偶像を話すとき、これ、まあ、偶像を売っていました。この偶像があると、あ、偶像、あ、この偶像、あ、はい、すみません、売るではなくて、この偶像を、礼拝する、この例えば土地の偶像を礼拝する、それはあなたは土地が欲しいかもしれない。この土地の偶像からもっと、これからこの祝福が欲しいと、この偶像から、欲望から来ています。この願いから。例えばこの結婚関係。もしかしたらこの偶像が愛をくれるかもしれない。この結婚関係を与えてくれるかもしれない。なので偶像というのはあなたの肉から、肉の願いから来ています。まあこれは目に見えることができません。例えばある人たちはこの偶像を礼拝する。まあ、土地の偶像を礼拝する、まあ、同じ法則です。まあ、偶像を 礼拝しないよ、偶像礼拝してないよと言っても、例えばあなたが仕事中毒、そしてずっと働いて、もうお金が一番重要であるとき、まあ、偶像なわけです。どのようにしてこのように打ち勝つことができるでしょう。
自己中心に打ち勝つだけではなくて、この世全体に打ち勝つなければならないと。私たちが恐れの中に生きるとき、私たちがこの欲望の中に生きるとき、例えばたくさん他の人は他の国に移民したいと思っています。まあ、もちろん、何人かの人々は神様の導きです。しかしある人々はこの恐れから移民しようとしています。なのであなたが決断するとき、あなたはこの恐れから決断するでしょうか。この、決断をするのあなたはためらってるでしょうか。それは恐れでしょうか。あ、この準備しないといけない、この子供のために移民しなければならないとか、これ本当に神様の導きでしょうか。そこに神様の導きがあるなら、あなたは神の平安とともに動かなければなりません。神様の御心なら、神様の導きがあなたになります。あなたはこれを考えなければなります。この決断を、恐れからあなたは決断したでしょうか。あなたの欲望からこれを決断しているでしょうか。私たちはイエス様を信じています。私たちは恐れの中に生きていけません。生きてはいけません。私たちは欲望の中に生きてはいけません。なぜなら神様は私たちを守っているからです。私たちは祈りを通して神様は私たちに願う、その願いを聞いてくださる、聞いてくださるということ。神様は私たちの欲しいものを知っています。私たちに必要なものを知っておられます。私たちに必要なものを正しい時に、神様の時に与えてくださいます。神様のを、なので神様と良い関係を持たなければなりません。そして平安と喜びの中に生きなければなりません。その時に私たちはこのように打ち勝つことができるのです。皆さん共に賛美しましょう。これで今日のメッセージ終わります。神様、あなたの愛によってこの世に打ち勝つことができます。手を叩いてください。手を叩いて主に賛美しましょう。宣言しましょう。
ハレルヤ、ハレルヤ。私たちの神はこのように打ち勝ってくださいました。神様を賛美しましょう。神様を賛美しましょう。なぜならこの方はこの世に打ち勝ったからです。この神の王の王、主の主です。賛美に受けるふさわしいことです。この方は勝利を 得られました。あなたの皆を高く掲げ上げます。あなたは王の主の主です。主イエス様、あなたに感謝します。あなた命です。あなたによって、あなたにあって私たちは恐れません。あなたに感謝します。朝、夜もあなたの愛は私たちを囲んでくださっています。この初めの年から終わりの年まで、年の終わりまで、あなたは私たちを守ってくださいました。私たちの経済を守ってくださいました。神様に感謝します。神様、あなたに感謝します。あなたを賛美します。この洪水の中でもあなたは王の王であり主の主です。あなたはこの世に対してあなたは力を持っておられます。あなたは全能なる主です。あなたは私たちを救いたいと願っておられます。私たちはあなたの子供となります。あなたは私たちの父であること。あなたは全能なる主。あなたは全能の父です。私たちを恐れる必要はありません。このどれだけ悪がこの世に満ちていても、あなたの愛によって私は打ち勝ちます。イエス様、あなたを賛美します。あなたは糸高き方だからです。しかしあなたは私たちのためにこの世に来られ、そして死んでくださいました。そして私たちのために葬られました。そして死から蘇ってくださいました。このすべて私たちのためにしてくださったことを感謝します。あなたに賛美します。イエス様、あなたを愛します。必要としています。あなたは私たちを救ってくださいました。あなたは私たちのすべてです。あなたはここに歓迎します。私たちの人生の歩みにあなたを歓迎します。イエス様、あなたに感謝します。神様を賛美します。あなたの御言葉は私たちに言っています。イエス様を信じる者は神によって生まれた者、神様のこの方が愛している者を私たちも愛しますと。この神としてもあれもどういうことでしょうか。神によって生まれた者、
この、地上でのこの肉の父が私たちを産んだだけではなくて、この天の父が私たちを産んでくださいました。私たちはこの天の父を考えなければなりません。私たちは彼に天の父によって生まれました。聖霊様、私たちにどうかあなたの光を私たちに照らしてください。この御言葉を通してこの真理を示してください。私たち皆神の子です。これは私たちにどういうことでどういう意味を持っているでしょうか。イエス様が私たちの救い主、神によって生まれたものと信じ、それを信じるも私たちは神によって生まれたものです。イエス様が救い主であること、そしてこの父を愛する者は子も愛します。イエス様がキリストであることを信じるとき、イエス様がこのキリストであること、これを信じる者は神によって生まれたものです。この御言葉が私たちの人生の歩みに入っていきますように、私たちの霊に入っていきますように、私たちはキリストを信じます。水と御霊と血が私たちの救いを成就してくださいました。私たちは神に子によって生まれたことを知っています。この世の父母によって生まれたのでだけではなくて、私たちは信じます。私たちは神様がこの世を作ってくださった天の父によって生まれたこと、神様そのお方が私たちを作ってくださいました。このキリストを信じる私たちは神によって生まれたことを信じます。分かります。この世だけではなくて、肉だけではなくて、私たちは天の父に属するものです。今心に言いましょう。私たち自分の霊に語りかけましょう。私たちは神様によって生まれたの、この天の父によって生まれたこと、そして私たちはこの方の子供であること、今私たちのこの人生の歩みにこの基礎を築きましょう。このアイデンティティを私たちの心に置きましょう。私たちは神の属するものであること、神の子であること、私たちはこの尊い神の子であること、この神の子が私たちのために死んでくださいました。そうすることで神様の臨在の中にまた入っていくことができます。尊いアイデンティティが私たちの人生の歩みとなりますように。あなたは私たちの天の地を私たちを愛してくださっています。この唯一なる天の父に私たちは属するものです。
を宣言し続けましょう。あなたは唯一です。そう、あなたは唯一です。天のお父さん、あなたは唯一なるお方です。今天の父に言いましょう。イエス様は、この天の父は私たちと関係を持ちたいと願っておられます。関わりを持ちたいと思っておられます。天の父は私たちを作ってくださいました。そして私たちを愛してくださいました。あなたは唯一なる天の父です。私たちは私たちの歩みをこのお方に合わせます。私たち一人一人と近い関係を持ちたいと神様は願っておられます。そして私たちとコミュニケーションを取ることができます。この真理にあってこの私たちと関係を持つことができます。今声を開いて、今神様は私たちのただ中におられます。神様は非常に嬉しく思っています。なぜなら私たちはこのアイデンティティを私たちの元と願っているからです。神様は私たちご自身の子供と子供たちとコミュニケーションを取りたいと願っておられます。今神様に言いましょう。神様に感謝しましょう。あなたの重荷を神様に委ねましょう。神様はそう願っておられます。あなたと関わりを持ちたいと強く願っておられます。天のお父さん、私たちあなたを愛しています。今神様と話しましょう。感謝を捧げましょう。私たちの中にたくさんの恐れ、重荷があるかもしれません。イエス様、あなたが唯一なる天の父です。これが私たち神様とのこの交わりです。天の父、本当に感謝します。多くの場合私たちは孤独を感じます。たくさんのプレッシャーを感じます。家族の必要など、いつもこの問題に集中していました。しかしあなたは私たちを尊いものと見てくださっています。あなたはしかし私たちの元に来てくださいました。神様言っています。あなたは私の子供であること、
なたは孤独ではないと、決して孤独ではないと、毎日、毎晩いつもあなたのそばにいるよと、毎晩私はあなたを待っている、あなたはすべての重荷を私に委ねなさい、あなたの心を私に委ねなさい。あなたは耐えることが私、耐えることができる天の父である。私の子供よ、私はあなたを抱こう、あなたを愛している。天の父、あなたに感謝します。あなたを信じます。あなたに頼ります。あなたに信頼します。あなたは唯一の神です。私たちは信じます。あなたは全能なる父であること、あなたに感謝します。あなたが唯一であること、この朝も夜も、愛してくださっています。なぜならあなたは一人子を私たちに送ってくださったからです。あなたに感謝します。兄弟姉妹の皆さん、今祈りましょう。神様との交わりを楽しみましょう。この御言葉が私たちの、人生の歩み、心に入ってきますように。イエス様は神の子として生まれました。そして私たちも神によって生まれたことを信じています。なぜならイエス様がキリストであることを私たちは信じているからです。イエス様はこの御言葉が肉となってこの世に来られ、そして私たちのために死んでくださいました。私たちは神によって生まれました。天の父よ、アバ父よ、まあ、この世では私たちはこの肉の父母と似てるかもしれません。しかし私たちは持った天の父に似たいと願っています。あなたの似姿に似たいと。私たちはあなたの DNA を持っています。私たちはあなたのキャラクターを持っています。あなた私たちに愛を語ってくださっています。私はあなたに属するものだからです。あなたに信じ、あなたについていきます。あなたは聖地なるお方です。私たちはあなたの DNA を持っています。キャラクターを持っています。なので私たちは恐れることはありません。つまずくことはありません。主よ、どうかこの恐れが兄弟姉妹から離れていきますように。なぜあなたが私たちの父だからです。あなたは私たちに与えてくださる神です。私たちさらに与えてくださる神です。そして私たちは弱いです。私たちは希望がありません。希望もないものでした。私たちがこの世に来た時、私たちは何も持たないものでした。しかし全てはあなたが私たちに与えてくださいます。あなたが私たちに酸素を与えてくださいました。水を与えてくださいました。あなたは私たちに光を与えてくださいました。この命の力をあなたが与えてくださいました。この力によってこの仕事に行くことができます。それは全てあなたから来ます。私たちは一体何を恐れるでしょうか。
あなたは私たちに与えてくださいます。コロナの中でもあなたは私たちに与えてくださいました。この抵抗力を与えてくださいました。この全てのあなたに祈り叫びます。あなたがもしかしたら感染したかもしれない、しかしあなたは全て私たちに与えてくださいます。兄弟姉妹の皆さん、自分自身のためだけではなくて、この必要のあるもの、ある人たちのために祈りましょう。必要のある者たちのために祈りましょう。もしかしたらイエス様はまだ信じてないかもしれません。もしかしたらこんな中にあるかもしれません。今祈りましょう。イエス様、あなたに感謝します。あなたを賛美します。あなたは私たちの祈りを聞いてくださいました。今あなたの元に行きます。私は言います、このように打ち勝ったコミュニティであること、私たちはあなたに信頼します。またあなたを神であること、私自分が中心であって、あなたが私たちの中心です。今兄弟姉妹の皆さんを助けてください。今立ち上がって今祈りましょう。このお方とまた交わりを持つために、イエス様の父親によってこの天の父とこの交わりを持ちます。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。今祝福を受け取りましょう。イエスキリストの御名によって皆さんを祝福します。御言葉が私たちの人生の中にありますよね。そしてもっとイエス様に似姿と変えられていきますように、この方のイメージを持つことができますように、イエスキリストの御名によって祝福します。全ての状況の中でこの決断を、あなたがする決断が神様からのものであること、そこには恐れがないこと、そこには欲望がないということで、イエスキリストの御名によってイエス様があなたを祝福してくださいます。イエスキリストの御名によってお祈りします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。これで今日のモーニングデボーション